アブロ・ランカストリアン・アブロ691、ランカストリアンは1940年代のイギリスで作られた旅客機、輸送機である。爆撃機アブロ・ランカスターを母体として改造され、後に新造もされた。第二次世界大戦中の1943年に、アブロは爆撃機ランカスターをトランスカナダ航空向けに民間輸送機に転換するため改造した。 この改造は成功し、さらに6機のランカスター X が機種の延長、爆弾層を燃料タンクにするなどして民間機使用に改造された。これらの改造はトロントのビクトリーエアクラフト社で行われた。エンジンはパッカード社製のマーリン38エンジンである。これらの機体はモントリオール・プレストイックの間の路線で使われた。1945年に イギリスのアブロ社で製造されたランカストリアン30機が英国海外航空に引き渡された。1945年4月23日のデモフライトでイギリスからニュージーランドのオークランドまでの 21,700km を平均時速 354km で飛んだ。ランカストリアンは胴体の容積が小さく旅客機としての使用には適さなかったので、 郵便輸送や VIP の輸送に使われた。1945年5月末から BOAC のイギリス・オーストリア路線に用いられた。1947年12月18日にカンタス航空がシドニーからダーウィンとマニラを経由して山口県豊富南基地に就航した。ジェットエンジンやターボプロップエンジンのテスト機としても用いられ、 ロールスロイスニーンエンジンをつけたランカストリアンは1946年11月23日にロンドンパリカンを飛行し、たった41分間の飛行ではあるが、初の国際線ジェット旅客機の栄誉を得たことになる。ありがとうございます。